そうか、やはり玄徳王権の将軍ファルコがかつてラオウの野望をその足一本と引き換えた男。かつてラオウの野望、嵐となって夜を続け、予定の村にもその魔手が伸びた。ウヌが玄徳王権のファルコか、戦うか退くか、どちらか選べ。どちらも選ばない。このまま村を素通りしてもらいたい。ただで遠い。土産は渡そう。村人も一滴の血も流したくはないのだ。けど、そういう男がなんで天帝の言いなりに。天帝の圧政はファルコが一番嫌うんじゃないのか。奴は天帝を殺さん。それは自分に課した掟のため。暗い。聞いたか、我らが天帝は暗いのがお嫌いじゃ。回せ、心を込めて回すのだ。苦しい。誰が休んでいいと言った。おお、ファルコ様。将軍、ジャコウ総督がお呼びです。ファルコ将軍、泣かずともその足が泣いている。バルカ、なぜ反乱軍を全滅せずに戻ってきた。思わぬ敵が入りましたよ。貴様、臆病風に吹かれおってね。誰の前だと思っている。図が高い。威服戦か。なんだその目。息子たち、私が何者かファルコに教えてやれ。はっ。父上は天帝の最も信任がつき総督閣下にあらせられます。父上の口は天帝の口であります。聞いたか。天帝に弓引く北斗を倒すのだ。元凶は全て北斗にあり。誰に。北斗の原始炉。原始炉、あの恐怖のラオスが倒した男が。申し上げます、直轄軍は崩壊。ケンシロウは徐々に帝都に向かっています。さまざま来るじゃないか。いかん、天空の闇に光るは北斗。闇は邪行を狂わせる。バルカ、ケンシロウを倒せ。さもなくば徹底の命はないんだ。すまん、ゲントの先人たち。このファルゴで玄徳王権2000年の歴史が終わるかもしれぬ。思えば今日のこの混乱は全てこのファルコの甘さが原因であった。ウヌの片足確かにもらった。その片足、ウヌの村どころか一国にも値する。出てこい、そこのネズミ。邪神に満ちた目を。ファルコ、この男を今すぐ殺すがよい。
さもなくばこの男、ウヌにとって最大の災いとなろう。待て！お前は自分の母親の前で俺を殺すのか！お前の母親は俺の育ての親。その母の前で俺を殺せるなら殺してみろ。老いた母の祈る姿が俺を思いとどまらせた。その母が死ぬと同時に、奴は保身のために天帝を幽閉。天帝の名において帝都を築いた。全ては俺の甘さゆえ。帝都の中心部に仕掛けた爆薬の起爆装置だ。もし俺がケンシロウに敗れたならば、そのボタンを押せ。このファルコが倒れれば、邪行は天帝を殺し、全てを天帝の席として逃げ出すだ。全ての発端がこのファルコならば、この死と共に全てを天へ持って帰ろう。しかし、あなたを愛するミュー様は。ミュー。起爆装置は私に。ファルコ様の死はこのミューの死。一緒に連れて行ってもらいます。もはや思い残すことはない。ケント高賢伝承者としてケンシロウに戦いを挑もう。どうあっても引けるか。ケントの定め、引けぬ。天帝が竜？わからない。でもはっきりと天帝が私を呼ぶ声が。よし、帝都の中へ行こう。とにかく天帝を抑えれば帝都は落ちる。歩兵！こっち、こっちよ。鳴き声がだんだん強く。よし、急ごう。バト、俺はこっちに行く。俺はもともと賞金稼ぎだ。人探しはお前たちに任せる。邪行の首を取ってくるぜ。好きにしろ。船の行動は密定によって全て筒抜けになっておるわ。この箱がファルコが仕掛けた起爆装置か。お前がわしに近寄ったのは天帝の居場所を探すためか。この邪行を裏切った者は誰一人として許さねえ。近寄る。押せ。なんで貴様。お前が総督の邪行だな。この邪行に手をかける気か。恐ろしいことになるぞ。しゃらくせ。いけません。その男を殺しては。その男が天帝の命を握っているのです。殺せばファルコ様の命をかけた戦いが無駄に。それじゃあファルコは。わしに逆らう者はみんな死ぬのだ。しまった、落とし穴か。北斗神拳の真の力を知らん。北
と真剣の奥義を見たとき、お前が死ぬときだ。貴様こそ思い知ることになる。玄徳高剣の威力を。行こう、可決をつい。もはや勝負はつい。それはどうか。この下から聞こえてくるわ。そんなはずは。おっ、大丈夫かリに割ったのは、今日の乱れを呼んだのは若き日のファルコなのだ。双子、天は一つ、このまま創生が育てば天は二つに割れよう。殺すのだファルコ。それが玄徳高剣伝承者の務め。やはりこのファルコ、悪魔にはなれぬ。それであの方は自分の叔父夫婦にあなたを預けたのです。あなたの出生の秘密を隠して。リン、あなたのことは聞いていました。悲しい妹の話を。どこ、どこにいるの、リン。リン、ごめんなさい。あなたには辛い思いをさせたので。いいえ、姉さん。捨てられた私の方があなたより幸福でした。ファルコを操るためだけのもの。だがもう天帝の命は必要ない。原始郎もファルコもすでに力を使い果たしている。邪行でも十分にぶち殺せるわ。ではない。ファルコと剣の戦いを止められるのはお前とルイだけ。奴らの血を拭ってやるのだ。俺は必ずここからお前たちを出してみせる。まだ天は俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。この岩盤をぶち抜いて地下水を吹き出させ、お前らを脱出させる。そんな道具もないのにどうやって。こいつよ、この拳でぶち抜けねえものはねえ。ダメだ、今のお前の体ではそれ以上無理をしたら。頼むぜ、我
我が愛しの原骨よ。巻き添えにネズミもあの世へ送ってやったわ。次は貴様らが死ぬのだ。発射よーい。いやーな、なんじゃ、うっ、おい、うわー。ケン、バルコ、天帝は無事だ。敵はジャコーだけだ。しっかりしろ、アイ。お前にはアスカを見守ってやる仕事が残ってるだろう。俺はお前がいるから何も心配してねえよ。これのために死ぬってのはなかなかのもんだぜ。少しかっこよすぎるな。バカ野郎、てめえかっこよすぎるよ。ケン、ファルコ、俺たちと同じ血を持った同胞の死に応えてくれ。決着をつけるのはお前だ。すまん。おい、剣士のおじさん、俺がファルコを倒したら見逃してくれるか。いいだろう。倒せたらな。いいやって。今のファルコ、俺でも倒せるわ。貴様のために何人が苦しみ地獄に落とされたことか。その度に何度心を殺してきたことか。恨みなどという言葉では生ぬるい。この世から失せろ、ジャコ。ルイ様、よくぞご無事で。あなたに比べれば私が背負った苦労など、せめてその体の傷だけは私に拭わせてください。マリコ、ありがとう。アイン、見えるか、お前が死をかけて望んだ光景だ。確かに告げよう、お前の最後、マナ娘
アスカに。そして語り続けよう、お前の生き様を。いない。リン様が。リン、きっとまだ地底に残された奴らを助けに行ったに違いない。しっかり。リン様、なぜテート内に戻ってきたのですか。この中にはまださっきだったテートの兵がゴロゴロしているのですよ。でもあなたや取り残された人たちが。大丈夫ですか。ザスク、アルコの作ったこの爆弾でみんな吹き飛ばしやる。そしてケンシロウ、アルコ、貴様らをはるかに過酷な戦いに叩き込んでやるわ。崩壊していく。なぜ、どうしてリンだけ。やっと一緒になれたというのに。心配はいらぬ。この俺がいる限りリンは死なん。泣いてもいいのよ、思いっきり泣いても。ううん、私泣かない。私が泣いたらパパ眠れない。アインはきっとこの子が寝つくまでは眠らない父親だったのでしょうね。これパパの。きっと喜ぶと思うから。アイ、約束しよう。お前の死は決して無駄にはしない。